はい、どうもこんにちは。いただきます。くーうめ。はい、ということでですね、今日はね、この新平劇場の T シャツを着て気合を入れてるんですけども、今日はねこちら電気圧力鍋、こちらを使って牛丼を作ります。でも牛丼って言ってるけど本当は豚丼です。まあね、やっぱりもう昨今のこの物価高でですね、やっぱりコストパフォーマンスを考えたらば豚肉の方がねいいので、まあ、もちろん牛肉で作る時もありますけど、まあ、豚肉で作っていこうというところです。これね、一体何が言いたいかというとね、僕全然料理しないんですよ。もう全く料理しないんですけど、全く料理ができない僕でもね、マジですぐできるぐらい簡単にできるんですよ。これもうこれもね、だいぶ長年愛用してますけど、うちも僕もこれを使ってね、まああんまりやったことないですけど、正直使い方も説明書を見ながらじゃないとわからないくらいなんですけど、まあ、でもすごく簡単にできるし、本当やっぱ圧力かかってるんで、なんか具材もねホクホク柔らかくなったりするんで、これを使ってねやっていきます。まずはね、玉ねぎを切っていくんですけど、玉ねぎ1個とちょっと半分ぐらいがあるんで、これをちょっと今日は使っていきます。でね、ちょっとキッチンがね、ちょっと夕食の片付けした後で見せれる状態じゃないんで、ここでちょっと切っていきますね。玉ねぎなんてね、あんま切ったことがない。なんか適当にいいかな、切っていってもいいかな。はい、適当に入れていきます。でね、まあ結局溶けるんですよ。でも圧力かかって玉ねぎもいい感じに、これね、でもほんとこう大きくなってから思いますけど、実家がね、せっかく割烹をやってたんで、もう少しこう料理の勉強というかお手伝いとかしとけばよかったなと思って後悔してますよね、やっぱ ね具材を入れるだけっていうところがいいんですよね。はい、玉ねぎを入れて2個ぐらい入れてもいいらしいですね。僕はもうなんかこう度胸がないんです、ね、いっぱい入れれないんですけど、玉ねぎとか食べた方がいいですよ。今この中にね、玉ねぎが 1.5 ぐらいかな。ベランベランこれじゃねえか。こうやな、こちらさ、はい、玉ねぎがいっぱい入りました。そしたらね、もう包丁は使いません、これからは。ちょっと余ってた豚の細切れがあったので、これをこのぐらいでか、まあでもお肉はいっぱい入ったからいいので、300g ぐらいでしょうかね、これざっと。で、そして、玉ねぎとお肉を入れたら、まあ、醤油はどのぐらいのね、醤油はね、こんぐらい入れればいいんじゃない？わからん。うちはみりん風調味料になりますけど、みりんもね、今の半分ぐらいかな。こんぐらい入ればいいんじゃないですかね。で、料理酒も今のみりんぐらい。これぐらいかな。砂糖。砂糖はね、うち砂糖じゃなくて、このね、なんか、天才糖っていうんですか、わかりませんけど、なんかいいらしくて、これを使ってます。これもね、どんぐらいでしょうかね、わかんないですけど、まあ、こんぐらいでいってみましょうか、わからんから。もう、このね、出来上がってから調整すればいいです、また。足したり、薄めたりで。で、しまやの出汁の素を入れて、出汁の素もなんか、入れればいいんですか、考えて。よし、OK。そしてお水をコップ一杯ぐらい入れればいいです。ちっちゃめの。はい、OK。もうちょっと入れた方がいいかな。まあ、いいか。いや、もうちょっと入れちゃおうか。なんかちょっと怖い。なんかちょっと怖いんで、もうちょっと入れてみるか。今回ね。よし。そしたら、これをね、今の全部入れたのをこの中に入れます。
します。電源をつなぎます。これ何、調理モード、もう圧力調理、これいいかな。これで今ボタン押したので勝手にね、あの時間を計算してくれて作ってるんじゃないかな。今ねちょっと撮ってなかったんですけど、ここにねあと10分っていう表記が出てますよね。なのであと10分でできます。ここに至るまでに10分あったかな、10分ぐらいあったかな、まあ計20分かな。これの間にね、まあ、片付けしたりね、洗濯物たまり、まああれですよ、もう時短ですよ、時短。そんなこんなしてたらね、今もねこれ出来上がりましたの証拠なんで、ここからねちょっとあれ圧力を抜いて終わることもできるんですけど、ちょっと僕まで今洗濯物が終わらないんで、それまでちょっと放置で、それではねちょっとねここのボタンを押すと、こうかかってる圧力が抜けてねシューってなるので、ほらあれちょっとねあのこう火傷しないように気をつけましょう。簡単でしょ、これで出来上がりですよ。じゃあいきますよ、はい、3、2、1、ゴーデン。めっちゃいい感じに牛丼っぽいでしょ、見た感じめちゃくちゃいい匂いになってますよこれ。うわやば、よだれが出てくるこれ。行かないといけないですけど、あーでも美味しそうだね、かなりほぐしながら。うん、美味しい。すごいな、何や俺のセンスと。じゃあ、ね、白ご飯に混ぜていきますよ。ちょっとね、時間も夜中なのでちょっと少なめで、よし、よし、ちょっとタレをかけて、よし、はい、ミニ牛丼です、とりあえず。あ、豚丼だ、豚丼。アクセントに七味をかけたりして、あれで完成です。早速召し上がっていきましょう。はい、それではねできました。しんぺいくん特製豚丼です。大体誰が作っても同じような味になりますけどね。はい、じゃあねちょっとね夜中でもう本当はご飯は NG なんでちょっと少なめについてます、試食程度ということで。うん、うまっ。めちゃくちゃうまい。玉ねぎも溶けてるね。うん、やっぱりこういうのね、子供も喜ぶんですよ。あとね、こんなに簡単に料理ができると楽しくなりますよね。また他に何か作ってみようかなっていう気分になります。こんなに料理が嫌いな僕でも。うん、はい、ごちそうさまでした。何かこうやって一品作れるだけでもね全然違います。僕もなんか料理ができた気分になるし、家族は喜ぶし、ウィンウィンですよ。こうやってね
僕はこの動画をきっかけに今日ちょっと料理をしましたけど、まあ、こういうことをしてどん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 ね、こうレパートリーも増えて普段の生活に生きてくればいいかなと、そしたらねもうメリットばっかりですよ、ウィンウィンウィンぐらいになるんで、またねこういう動画をたまには上げていきたいと思います。はい、そんなところで今日はね、ただただ高年期の親父が豚丼を作って食べるという動画でした。それでは皆さん、またごきげんよう。